どうも、ロクロク首のエンタメラボへようこそ。ロクロク首のキメロジとチャクとペチです。注文完了。注文したんでしょうか。先生の言うことを聞かない小学生も即座に動く魔法の言葉、準備を注文します。あれ動きますか。かっこいいですね。ということで、ビバン第6話熟語考察動画。めちゃくちゃね、最高の第6話だったんですけども、まあ、毎週ね、新たな事実がね、やっぱ明らかになっていくビバンなんですが、まあ、その中でもね、今日取り上げる長野についてはまだ完全に解明されていない状況ですね。そうだね。うん、太田の前でエロい顔はしてたよ。あら、してましたか長野。やってたけど、なんか声見てたけど、そうそう、まあね、長野といえばその第4話でね、明らかになりましたけども、まあ、その誤送金事件のハッカーである太田とね、メールのやり取りをしていて、まあ、蓋を開ければ太田と不倫をね、しているという、事実が分かりまして、加えて過去には違法薬物をね、使用していたということが判明しましたけども、その後にね、長野は何やら意味深な表情をして、取り調べは終わりましたから、うん、まあ、まだ何かあるよねっていうふうに考察界隈ではざわざわしていますね。はい、うん、まだ長野タイムありますから。ありますよね、絶対、うん、そうそう。でね、まあこれはいろいろ考察したんですが、僕はズバリ長野はテントだと思います。あら、あら、先生、テントです。これは決まりだました。まあね、5話6話とね、長野は出てきていませんが、まあ、先日のね、6話では名前だけね、ちょっと出てきましたから、まあそこのシーンのね、ちょっと意味も考察しましたので、まあぜひ最後までよろしくお願いいたします。そしてね、皆様にお願いがあります。一人一人のチャンネル登録が本当に励みになりますので、ぜひともポチッとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、ということでやっていきますけども、まあ、なぜね、長野をテントと導いたのか考察していきたいのですが、まあ、その前にね、別班の可能性っていうのはないのかっていうね、こともあると思いますので、まあ、そこについてもちょっと可能性を探っていきたいと思いますね。はい、でね、そこを考察する上で一番参考になるであろうシーンは、第3話の乃木と長野の会食シーンですね。うん、誤送金事件のザイールのことについていろいろ聞いてくることを疑問に思った乃木の第二人格 F が、まあ何なんだこいつと、やたらいろいろ聞いてくるな、狙いは何なんだっていうふうに言っているんだよね。乃木と乃木 F が長野の狙いを知らないっていうことは、乃木は長野にもし裏の顔があった場合、それを把握していないっていうことだと思うんだよね。そう。そしてね、別班であればなおさら別班同士であることを知っている可能性の方が高いし、だって別班の LINE グループだってあるはずだからね。いや、まあそうなんだ。 LINE、 いや、そんな軽率なことはしないと思うけど。そうそう。で、逆に長野が別班だったら乃木を知ってるはずだから。まあ ね、 そっちもありそうだし、ね、役職上っぽいから、年齢的にもだから別班の可能性は低いと感じますけどね。いや、そうだよね。そう、別班にはね、お互い知らない者同士がいるとすれば、でも乃木は別班である以上、本当に長野を別班だと思ってるなんて絶対に言わない方がいいですから。そうだよ。だから、うん、本当に同じ地域で活動する別班っていうのはお互いを把握していると考えられるんだよね。はい、そうだ、やっぱ何かと不都合が多すぎるから、知らない別班もいるよっていうことは、ね、別班の共通認識として知っておかないと、何かそういったヘマを起こしちゃう、別班の人のことを別班って言っちゃうようなね、そうだよね、まあ、今回みたいなことが起きちゃうかもしれないから、だからそこは多分共通認識として持っているって考えられるので、そうなるとね、やっぱ以上のことから長野が別班である可能性っていうのは限りなく低いのかなっていうふうに思いますね。そうだね。では続いてはですね、いよいよ長野がテントのね、可能性はあるのかについて見ていきたいと思います。やっぱりね、ここに関しても第3話の乃木との会食シーンがね、鍵になると思っていて、ザイルのまあ、名前にちょっと反応していたので、まあ、ちょっとそこが引っかかるなっていうところですね。まあ、ここはね、乃木が帰国してすぐの会議室でね、メガネの河合も、まあ、ザイールの名前を言っていたから、まあ、社内の偉い人っていうのは、まあ、ザイールの名前を、まあ、知っていそうではあるんだよね。ですが、まあ、この会食でね、長野がザイールの名前に反応したっていうのは、まあ、長野はテントとしてね、同じテント仲間のザイールがどこまでテントの情報についてその口を滑らせてしまったのかなどを、まあ、確認したかったのかなっていうことが考えられるかな。そのための場ってことか。まあそうだね。何かヘマを犯してないだろうなっていうこと で、 でちゃんとそういったお金もテントに流れていったのかっていうね、ところ、やっぱその取り返せないのかみたいなのも結構詳しく聞いてたから、やっぱそこが滞りなく行われたかっていうのは聞きたかったのかなと。となると、まあ考えられるのは、長野っていうのは現役テントではあるけども、テントがね、日本で何か起こす時のために配置されているテントの幹部っていうように考えられるかな。だ、本当にここぞという時にしか、まあ連絡取らないから、まあ詳しい動きは知らないっていうポジションね。なるほど。やっぱりいろいろ探られてさ、少しなんかテントの足がね、
ついちゃったら困るから、はい、だからそういったザイルの情報とかも知らなかったみたいなとこなのかなと、うん、はい、であとですね、まあ、長野がテントとして少し可能性があるなっていう思うところとしては、第1話でね、まあ、河合がシステムエラーは発見されませんでしたって言った時に、まあ、長野と山本が目を合わせているように見えるんだよね、うん、まあね、ここも同じね、テントもしくはまあテントモニターとして、まあ、太田をね使った作戦が滞りなくいっていることの確認というふうにも、まあ、もちろん考えられるんですが、うん、まあ、自白剤でね、その山本が長野のことを吐かなかったから、うん、まあ、ちょっと可能性は低いかなっていうふうに思っていて、うん、やっぱ長野にそこまでの忠誠をね誓っているっていうふうにも考えにくいので、うん、まあ、もしね長野もテントだとしても山本とは繋がっていなかったのかなっていうふうには思いますね、うんうんうん、まあ、モニターだもんね山本はね、まあ、そうなんだよね、うん、割と末端だから、うん、はい、っていうことなんで、まあね、この誤送金事件とかに関して長野はどういう立ち位置だったのかなっていうところで言いますと、まあ、長野はテントだけども、まあ、山本がねテントモニターであることはまあ一方的に知っていて、うん、で太田を使っているっていうことも長野は知っていたから、長野はね太田に近づいて、まあ、危害が及ばないように警戒していたんじゃないかなと。うん、そんな中山本がちょっと暴れてしまったっていうことなのかな、うん、そうなるとやっぱ取り調べの最後の意味深な表情っていうのは、まあ、ちょっと太田大丈夫かな顔というかね、なんか心配顔、ちょっと心配顔なのかなっていうふうに考えられるかな、うん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 、悪くないねそんなにね、いやまあだからそう、そんなに悪くないというか、うんうん、だから長野専務も太田とこうお付き合いというか親密だったのも、うん、あいつのハッカーの腕を見込んでというかね、うん、でそれでなんかテントの活動に役立てた可能性もあるってことか、あのそっちは言ってないのかなっていうふうに思ってて、やっぱ悪いことはしなさそうだなっていうか、でも完全にじゃあお体、えそっちまだ純粋なそこはお付き合いの表面上はね、でも長野は一応目的を持ってそれをやってたけども、うんうん、で太田はちょっと本当に好きになっちゃったのかなみたいなことが考えられるかなと、 お体なしという、いや、なしであってほしいけどね、そこは。なるほど、なるほど。だから、太田が最初はそうだったんですけどねっていうふうに言ってたように、やっぱ太田は本当に長野のことをやっぱ好きになって言っちゃったのかなっていうね。やっぱ太田のね、部屋の様子から見ても、結構なんか同年代の相手だと話がね、合わなそうな、ね、結構感じではあったから、割と渋い感じだったから、確かに確かに。なんか本当に話の合う長野に惹かれていった可能性はあるのかなと。でね、その、まあ、長野といえば太田へのね、そのメールっていうのもだいぶ大胆だったんですけども、うん、あれについてもね、ちょっとコメントはいただいてて、うん、まあ、ミーさんからいただいたんですが、まあ、不倫というね、証言の信憑性を高めるためかなと思いましたと。あの太田からの神社への誘い出しも怪しいと分かっていながら、わざと現れて、あえて一旦捕まったのかなと、すべては不倫と薬物の嘘につなげるための作戦かなと思いました。うん、すげえ。そう、だからあくまでも、いや、本当に表面上は不倫してましたよっていうのは装うためで、うん、太田との関係っていうのを作ってたけども、でも本当はテントとして、例えばやっぱ罪のない太田に危害が、うんうん、加わるっていうのだけは避けたいから、まあ、ハッキングの腕は山本を通して利用はしてたけども、うんうん、でもそれ以上何か、うん、ことが起こらないようにっていう一応見張りではあったのかなと、まあ、結局それは果たされてないから、うん、ちょっとそこがね全然機能してないじゃんっていうところではあるんだけども、確かに、まあそうだね、この2人の関係、長野と太田の関係っていうのは一応今のところはそう思うかな。でもしこの二人が組んでいたとして、何か別のことで、うんうん、ってなるとちょっと見えないんだよね、なんかその二人が組んで何かをやるっていうのが、だったらそのね山本のことを、うん、なんかうまくかわせなかったのかなっていうふうにも思うから、はいはいはい、ハッキングするっていうね、うんうん、とこまでしなくてよかったのかなって思うから、うんうん、でもそこはやらせてるっていうことは、うんうんうん、まあそこは本当に、ね、まあ仕方ないっていうとこ、テントの作戦の一個として仕方ないっていうことではあったのかなっていうふうに考えたんだよね。まあ今の聞いてみると割と極悪集団であるテントにちょっと肩つかりながらも、長野、まあ、そんな悪いやつじゃないなと思いますけども、そうだね、まあ、どういう、そうなんですよ、だから今のところは本当に身を潜めているっていう形だとは思ってますね、うん、まあそこに繋がってくるんですけども、まあ、長野がねどういう経緯でテントになったのかっていうね、とこについて見ていきたいと思いますね。やっぱりここは長野の空白の2年間っていうのが関係していると思っています。長野はね、防衛大学を卒業した1985年3月から大学院に入学した87年の4月、この2年間の記録っていうのがないんですよね。まあ、表向きにはその在学中に薬物をやってしまったから、まあ、大分にある更生施設にいたことっていう風になってるんですけども、うん、まあ、これはね改ざんされた記録、まあ、嘘の記録だと思うんですよね、うん、まあこれイメージだけど、うん、その薬物やってて一流の大手商社みたいなのに入れるのかなっていう、そうだよね、
まあ、もしそれが本当だとして、その記録が表に出ないっていうのであれば、うん、そういった更生施設っていう件も改ざんできると思うから、うん、だからまあそもそもやってなくて、うん、更生施設の記録っていうのも改ざんされたものだとは思うから、うんうん、でね、まあ、コメントでもいくつかいただいたんですけども、まあ、このね、長野の空白の2年間と乃木のね、両親が亡くなってから乃木が小学校に入学するまでの、まあ、3年間、この期間が被ってるんですよね。そうなんですね。そうそうそう。だからこのことから、まあ、長野こそが乃木を助けた戦場ジャーナリストではっていう考察が飛び交ったんですよ、はい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 、先週までは、はいはいはい、うん、ですがね、この前回の、ね、6話で乃木をね助けた人物の名前が飯田さんっていうことが判明したので、うんうんうん、まあ、長野ではないのかなっていうふうにも思ったんですが、うん、まあ、これは偽名で飯田と名乗ったっていうだけだと思いますね。あ、なるほど、うんうん、じゃあ乃木本人には僕は飯田だよと言ってて、そう、あ、もう飯田って言ったのかなと、うん、で、顔もそんなに覚えてない。まあ、3歳だったから ね乃木は。そうそう、だから名前だけあれして施設の人とかに、なんか飯田さんっていう方がみたいな、なるほど、人づてに聞いたのかなっていう感じはするかな。なるほど、なるほど。そうでね、まあ、生配信のチャットで教えていただいたんですが、なんか長野県には飯田市という地名がねあるみたいなので、お、うん、だからそのとっさに出てきたのが、まあ、長野からちょっと連想させて、まあ、飯田っていう風に名乗ったのかなと。あ、うん、偽名として。あ、じゃあ、うん、長野自身は長野県出身だということですか。いや、まあそうではないんだけど、そうそう、長野県出身ではないんだけどもちょっと地理に詳しかったというか、まあ、長野っていう、自分が長野って名前だからさ、はい、まあ、長野の地図見るんじゃない。うーん、急に適当投げやりですよ。見るんじゃない、わかんないけど、そうそうそう。まあでもなんかそういうので、まあメタ的なあれで飯田にしてるのかもしれないけどね。そう、まあ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 、うん、小ネタ的なところなのかなとも思う。あ、ね、だからその視聴者に向けたヒントみたいな。そう、分かる人にはこういう違った角度からヒントで。そう、うん、まあ、確かにそうだよね。ああ、言い出しで言いだとは言わないか。言わないね。遠いよ。遠いか。そう。まあだから、まあそこはもしあるとしたら外側の部分の理由にはなってくるのかなと、はいはい。じゃあなぜそんなことをしたのかっていうところなんですけども、まあ、長野はね、防衛大学を卒業後、うん、まあ、この空白の間に、まあ、自分のその道っていうのに迷ってたと思うんですよね。あら、うん、なんかいろいろ学んだけれども、うん、なんか国を守れない無力さを感じたというか、うん、なるほど、うん、なんかね、国を守るってことに対してちょっと考え込むようになっていたというか、うんうん、まあ、長野は実際のね、テロが起きているちょっと紛争地域に、まあ、出向いたのかなと。まあ、おそらく、まあ、バルカだとは思うんですけども、その際にね、まあ、ベキと出会って、まあ、で同じ日本人として、ベキは長野に、まあ、自分がね、体験したこととか、妻を亡くして息子が連れ去られてしまったことなんかを、まあ、聞きまして、でその後、まあ、今後のね、テントという組織を作った後の計画とかを、まあ、聞かされて、まあ、長野は感銘を受けて、うん、それで、まあ、ベキに協力することにしたのかなと。うん、なるほど。でもディオブランドとプッチ紳士の関係ってことでいいの？いや、わからないね。なんとなんと話でね。そして、まあ、乃木憂助のことを、まあ、ベキに託されて、まあ、ここここでちょっと、まあ、奴隷みたいになってるからみたいなことで託されて、まあ、助けてくれと、うん、言われて、長野は戦場ジャーナリスト飯田っていう風に名乗って乃木憂助を、まあ、助けたのかなっていうことですね。うん、そうそう。なので、まあ、テントがね、起こそうとしている計画のために、長野は、まあ、テントの最終目的である日本で長い間身を潜めていて、まあ、時が来るのを待っているのかなっていうふうに今のところは思いますね。なるほど。うーん、そう、まあ、だいぶ長い間身を潜めることにはなるんだけども、そうだからこそそんなに、まあ、情報が長野にも入ってきてない状態で、うんうん、長野の出番はこれからなのかなというか、うん、本当に最後のテントの目的のために長野が一応配置されてるというか。なるほど、うん、まあ、その位置づけ、ね、そう、副兵として位置づけされてるのかなっていうふうには思いますね。じゃあカオルはテントじゃねえか。あら、あっちゃう。まあさすがにテント、ね、テント多すぎるか。まあでもそうか。そう、昨日はね、カオルが乃木をね、ある意味、まあ、守ってるのか、聞き出してるのか。あの子はテントでありながら、まあ、血が入ってるっていう、そうだけの方向性だったから、別に悪いやつじゃない。なるほど、うん、乃木の周りテントだらけだ。実は近いとこいっぱいある、まあね、うん、だから本当に長野も何かそんなにテントとしての仕事は今はほとんどないのかなっていう予想にはなるんだけど。まあね、テントの目的っていうのは、まあ、今後また考察ね、うん、していくことにはなると思うけども、うん、まあ、長野っていう人物については、まあ、以上の考察にはなってくるかなと、うん、まあ、本当にね、何もない人っていう可能性ももちろんゼロではないですけども、うんうん、やっぱりね、第3話でのあの表情っていうのにも何か意味はね、あると思いますし、まあ、そこが他のことにもつながってくると思うので、うん、まあ、どんなね、裏の顔があるか、ちょっと期待していきたいですね。ということで、僕たちは、ビバン、こういったスケジュールでね、動画上げてますので、ぜひともね、チャンネル登録の上、一緒にビバン楽しんでいきましょう。お願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。以上、ロクロクでした。
ご視聴ありがとうございました。お口の動画が少しもいいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いしますということで、さく、はい、別班でもテントでもない長野の拍子抜けしてしまう裏の顔とは何？実は味噌キを作った人が長野だったのはゴーストメラーメン、ゴーストラーメンライター、それちょっとヒカキンにちょっと失望しちゃう、ゴーストラーメンライター、むしろゴーストいるのかな